皆さんこんにちは。 ASAP ホープディスヘルプス運営者のトムと申します。本日はこちらノースフェイスのシューズのベロシティニットゴアテックスインビシフィルフィットをご紹介させていただきます。でこちら購入してから約1ヶ月着用しているんですけれども、非常におすすめのシューズですので、ぜひご紹介させていただければと思い、今回動画を撮らせていただいております。で、本日の動画の流れなんですけれども、まずは商品の特徴について、2点目がサイズ感について、最後まとめといった形でご紹介させていただきます。でまずはじめに、こちらのシューズの特徴なんですけれども、まず商品名にもありますように、こちらゴアテックスの防水のシューズとなっております。でまたこちらはウルトラベロシティというランニングやトレーニング用のシューズ向けに開発されたエクストラフォームボトム構造を採用して、衝撃吸収性と安定性を向上しておりまして、非常にシンプルなデザインにまとまっております。こちらは、シューレースなどはなくてシンプルな作りとなっておりまして、外観はここの外側の部分ですね、こちらが左足なんですけれども、外側にノースフェイスのロゴがあります。であとは正面を見ていただいて、内側の部分で、後ろなんですけれども、後ろにはこちらのゴアテックスとマークが入っているだけで、非常にシンプルな作りとなっております。インソールはこちらかかとの部分にノースフェイスのロゴが入っております。でこちらの履き口のところは伸縮性のある素材となっておりますので、脱ぎ着が非常にストレスなくすることができます。でアウトソールはイタリアの有名なビブラム社のビブラムソールを使用しておりますので、グリップ力でしたり滑りにくさというのがこちらのシューズには兼ね備えております。おすすめの点につきましては、軽量であるところとシンプルなデザインで合わせやすいというのと、防水のシューズというところかなと思います。ゴアテックスのシューズにはなっているんですけれども、結構、ゴアテックス使っていると重たそうといったイメージ持たれている方結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、全然そういったことはなくて非常に軽いシューズとなっております。でこちらが US10 の 28cm なんですけれども、私が実際に軽量計で測ってみたところ、片足が 250g でした。他の私が持っているシューズも測ってみたんですけれども、ナイキのエアフォースワンのローが片足で 460g、 バンズのオールドスクールが片足で 350g でしたので、その他のシューズと比べても非常に軽量なのがわかるかなと思います。重たいシューズですとやはり歩いていると疲れてきてしまう部分はあるかなと思うんですけれども、そういった部分でも軽量なので非常におすすめのポイントかなと思います。で2点目のシンプルなデザインで合わせやすいという点なんですけれども、先ほどお伝えさせていただいたようにシンプルな作りとなっておりますので、どんな服装でも合わせやすいかなと思います。またこちらはユニセックスモデルですので、小さいサイズですと US の523cm から US11 の29cm まで対応しておりますので、女性の方でもおすすめかなと思います。ミッドタイプのものもありまして、そちらを特に女性の方にはブーツ感覚で履くこともできますので、非常におすすめかなと思います。後ほど私が持っているパンツといろいろなパンツと合わせてみた動画がありますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。で3点目の防水なんですけれども、やはり雨の日にスニーカーなどで歩いていて靴下が濡れてしまうと非常に不快かなと思うんですけれども、そういった部分で防水のゴアテックスを生地に使用しているので、靴下が濡れることもないので、そういった点でも非常に雨用のシューズとしてもおすすめかなと思います。ローカットの場合は履き口の周りが少し浅いので、こちらからの雨の侵入というのはしやすいかなと思うので、より防水性能を求める方でしたらミッドの方がおすすめかなと思います。サイズ感につきましては、普段私は 28cm、 28.5 を履いているんですけれども、普段履かれているサイズで問題ないかなと思います。実際にこちらが US10、 28cm を履いている
ているんですけれども、特に問題はないかなと思います。また靴ずれもすることはなかったので、そういった部分でも安心かなと思います。私の場合は最初足の甲の部分が圧迫感が少しあったんですけれども、履いていくうちに馴染むので、そこら辺も問題ないかなと思います。はい、それでは着用動画を見ていただければと思います。それではご覧ください。ということで着用動画を見ていただきました。非常に合わせやすくて、現在展開しているカラーはブラックとグレーなので、ブラックの方がより合わせやすいかなと思います。本当に買ってよかったシューズでして、雨用のシューズをお探しの方でしたり、こういったバンズなどのスリッポンのような感覚でシューレースのないシューズなどお探しの方などいらっしゃいましたら、こちらのノースフェイスのシューズというのは非常におすすめかなと思いますので、ぜひ購入をご検討されてみてはいかがでしょうか。ということで本日はノースフェイスのベロシティニットゴアテックスインビシビルフィットをご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。